はい、こんにちは。ドリブルクリエイターのシュンデです。今回はね、コメントにあったトップスピードでのエラ思考を教えてくださいっていうのを、解説をしていきたいと思います。まあ、まずはじめに、エラ思考はなかなかトップスピードじゃ使わないっていうのを、一応ね、念頭に置いといてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で、エラ思考の使うタイミングって、まあ、相手と正対をしてる時とかに、行くふりをして逆に行くっていうことが、多いので、なかなかトップスピード中にエラ思考を使うっていうのは僕はほとんどしません。結構ねやっぱ難易度が高いのもありますし、まあそんなに敵が引っかかりづらいっていうのもあるので、トップスピードで行うってよりも、まあちょっとしたスピードでだったらやるんですけど、基本は整体をしてる時とかにいきなりやるとかが、一番ねエラ思考の効きやすい方法かなっていうふうに思うので、まあそこを意識してもらえたらいいかなっていうふうに思います。はい、で今回はトップスピードのエラ思考を一応紹介するんですけど、僕はどっちかというとトップスピードでは使わないっていうのだけね思っといてくれたらいいかなっていうふうに思います。それではやっていきましょう。動画の方へどうぞ。はい、じゃあまずトップスピードでのエラ思考のやり方です。まずエラ思考はアウトインを使います。アウトサイドとインサイド同じ足をね。でイメージ的にはアウトサイド側に行くよと見せかけて反対側に行くのがエラ思考です。ちょっとだけまずスピードを上げてやっていきます。はい、今のぐらいのスピードが限界かな。本当にダッシュトップスピードでやるってなるとどうしてもやっぱタッチが難しかったりもするので、まあ5割ぐらいのスピードで走ってるという、まあ5、6割ぐらいかなのスピードでやるのがマックスだと思います。まあ聞きづらい要因としては、まずトップスピード中にそんなにボール動かすことができないっていうのがあります。ゆっくりしてる状態からだと遠くまで持ってってからインサイドで反対を取りに行けるんですけど、トップスピードでやってると動く時間が短いので相手の逆を取りづらいっていうのがあるので、スピードアップしてるよりもそこまでスピードを上げてない時の方が逆を取りやすい技になってます。でトップスピードの時に意識することだったら、まあ大体2つです。まず1個が、体の前でやろうとするとアウトサイド触った瞬間にボール体から離れすぎちゃって難しくなっちゃうんで、最初のアウトサイド触り始める時は体の下から触り始める。はい、トップスピードの時も体の下から触り始めてやる。二つ目は、使ったとしたらなるべく長く触るようにしてください。でないと敵が本当にちょっとしか動かなくなっちゃうので、体の下に入れながらなるべく長く触ってあげる。はい、というイメージで使えるかな。はい、僕はね、トップスピードであまりエラ思考は使わないので、こんな感じで大丈夫かな。いかがだったでしょうか。今回はエラ思考をトップスピードで使う方法と、まあトップスピードよりも、まあ、ゆっくりとか相手の逆を取るためにしっかり使った方がいいよっていうご紹介でした。はい、とってもね、エラ思考は実際の試合でもかなり使えるんですけど、まあ状況と、まあ、スピード感とかが意外と難しい技でもあるので、その辺もどんどんチャレンジしてね、身につけていってもらえたら嬉しいです。はい、で4月30日と5月3日あとね5月の6日にゴールデンウィーク3大イベントを行います。キャンペーンも最大3000円引きのイベントが1回分無料になるような、ね、キャンペーンをやってるので、気になる方はホームページからご覧ください。千葉に初上陸します。はい、ちょっとね楽しみなんで、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。はい、じゃあそれではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。フルロック。